皆さんアロハ。今回は短期滞在でも宿泊可能なワイキキのコンドミニアムロイヤルガーデンをご紹介します。ロイヤルガーデンはワイキキの西側クヒオ通りとアラワイ運河の間のオロハナ通り沿いにあるホテルコンドミニアム。ワイキキでありながら比較的落ち着いたエリアで、数々のブランド店が立ち並ぶカラカワ通り沿いのラグジュアリーローや ABC ストア、ロイヤルハワイアンセンターなどショッピングエリアのアクセスも便利な立地にございます。今回ご紹介する24055室は眺めのいい高層階のお部屋です。最大5名様までご宿泊いただける広々としたワンベッドルームワンバスルームのお部屋となっています。アイランドスタイルとヨーロピアンスタイルを融合したような雰囲気で、なんといっても天井から床まである大きな窓から見えるこのパノラマビューが特徴的です。裏内に出ると雄大なコオラウ山脈やアラワイ運河、ゴルフ場、そして海までご覧いただけ、夜にはワイキキの夜景もお楽しみいただくことができます。まずこちらはリビングスペース。ゆったりとくつろげる3名掛けのソファーとリビングチェアがあり、こちらのソファーは広げるとフルサイズのベッドとしてもご利用いただけます。ソファーの向かいに置かれた高級感のあるこちらの収納棚の扉を開けると、中にはテレビが設置されています。室内には音の静かなスプリット型エアコンが設置されていますので、暑い日でも快適にお過ごしいただけます。続いてはキッチン。こちらには朝食カウンターもあるので、お食事をしたりお酒を飲みながらカウンター越しに会話を楽しむこともできます。キッチンには2口電気コンロや電子レンジ、フライパンなどの基本調理器具をはじめ、便利な炊飯器や冷凍庫付きの冷蔵庫も備わっています。上の収納棚にはお皿やグラスなどの食器類が入っています。また調理に便利な計量スプーンやフォーク、スプーンなども揃っていますので、ご到着後すぐにお料理をお楽しみいただけます。リビング、キッチンの先にはベッドルームがあります。こちらにも大きな窓が設置されているので、ベッドサイドからも景色を眺めることができます。ベッドはヨーロッパの雰囲気を感じさせるフルサイズベッドが2台置かれていて、向かいにはテレビや収納スペースもございます。ベッドルームの横は高級感のあるバスルームになっています。バスルームには大きな鏡がついた広めのシンクがあります。そしてその向かいにはゆっくりと浸かれる深めのバスタブが設置されています。バスタブの横に設置された窓を開けると、ベッドルームの先の窓の景色を眺めることができます。お風呂に入りながら夜景を眺められるのはとても贅沢ですよね。そしてこちらにはシャワールームとトイレがあります。その他無料の室内 Wi-Fi もご利用いただけます。またロイヤルガーデンの共有アメニティであるプールやバーベキュー施設、無料のランドリー施設やフィットネスセンターもご利用いただくことができます。まるでハワイに暮らしているかのようにゆったりと過ごせるお部屋となっており、ハワイ何度も訪れていて、いつもとはちょっと違ったコンドミニアム、お部屋を探している方にもぴったりなお部屋です。ぜひご家族やご友人同士での宿泊に利用されてみてはいかがでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はロイヤルガーデン24055室をご紹介しました。レアリアバケーションレンタルでは、今回ご紹介したお部屋の他にも様々なお部屋を取り扱っています。お問い合わせはすべて日本語でご案内となっておりますので、安心してお問い合わせください。ご紹介したお部屋の詳細は概要欄のリンクからご覧ください。それではよろしければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。マハロー。